魂吸い取るって超怖いやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで何、婚活の話を聞きに行かないといけないのか。あっち違う、こっちだ。待って、こんなところに。これはサンドイッチ。こんなところ、あ、ちゃんと滑れるんやこれ。いいねいいね。ちょっと待って、下にも落ちてる。待って、めっちゃいろいろ落ちとるやん。うどんのすけ、何それ、どん兵衛的な感じ。そしてクリームパン。あ、ここからは出られるのか。どこから出られるの。どんどん塀が高くなりよるね。あ、ちょっと待って、はい、こっちにもサンドイッチ。んーと、こっち側かな。そしてこっち、婚活婚活。お、これはミュージックカード。ミュージックカードはちょっと色違うよね。キングオブモナカ、いいね。あれやろ、チョコモナカジャンボ的な。違う、ここは普通に。お、リンゴ。どの辺だ、婚活婚活。あ、あそこもなんか光よる。ここはちゃんと信号。あ、通り過ぎとるよ、なんか私。はい、ピンポーン。バリウマスナック。よし、ちょっと待って、どこだ、こっちか。こっちの、あ、ようやく闇晴れる。何それ、何それ、怪しげな。この中か、この中っぽいね。またタプタプ池やん。この中のどこだ、誰から話を聞けばいいんだ。ん、この中じゃない、あっちか。あ、コマさんあそこにおる。よっ、ちょっと待って、よいしょ。何してんのコマさん。今のお前たちには他にもやらねばならんことがあるようじゃの。やることあるよ。この辺、あ、そっか、ヨロズマートがどうのこうのって言ったね、そういえば。ん、そっち、ちょっと待って、ちょっと待って、ここのやつ。てかヨロズマートは健在なんやね。まあ、同じ場所かどうかはわからんけど。あ、なにこれ、猿みたい。てか猿やね。あなたが婚活のスタッフさんかな。何さんですか。コンサルと申します。あ、なるほど。運命の出会いがきっと見つかる婚活、総合コンサルタントのコンサルでございます。ウキ。おや、あれ、あなた人間さんじゃないですか。こちらは妖怪専門のサービスですが、よろしいですか。ねえ、妖怪の友達が増えするって聞いてきたの。もしかして人間を使っちゃダメなの。いえいえ、そういう決まりは特にございませんよ。珍しくてびっくりしただけです。ウキ。私たち婚活の話を聞きに来たんです。どういうサービスなのか教えてくれません。もしかして妖怪同士の、普通に人間界でいうところの婚活やない、やない、違う。はい、私様が運営しております婚活というのは、ズバリ妖怪の本を交換するサービスでございます。本交換。おっと、おや、本のことをご存じない。本がないと友達は紹介できないんですが。そうなんだね、コンサルさん、どうしたらその本を手に入れられるの。ウキ。バトルで妖怪にコンスイートールをすれば、その妖怪のコンはあなたのものでございます。ウキ。とはいえ、あなたたちはコンを知らない初心者さん。そうしましたら、はい。え、世界救ったのに初心者なの。なんと。初回お試しということで、特別にコンスイートール体験バトルをご提供いたします。心のご準備が整いましたら、このコンサルで話しかけてくださいませ。ウキ。おい、整いました。もういいよ。ウキ？ご準備整ったようですね。ではまず簡単な説明をさせていただきます。このバトルで相手になる妖怪は、普通のバトルと同じように皆さんに襲いかかってきます。はい。私はバトル中のいい感じのタイミングで皆さんに指示を出しますので、そこですかさず相手の妖怪に昏睡通るとこういう流れで進めさせていただきます。よろしいですか。はい、よろしいですね。よろしいですよ。誰、それではバトルを始めますよ。ウキ。何さんですか。
本マグロ大賞。これストップウォッチング。ここで多分、ここで多分ほらメンバー交代。私あれないよ。ミッチーとパックンをとりあえず交代させておきまして、それだけかなとりあえずは。オッケー。バトルスタートー。敵の妖怪に攻撃を続け、吹っ飛ばしますと、昏睡状態になる場合がございます。え、てかあれじゃない、吹雪姫どうなった、吹雪姫。これこそがコンゲットのスペシャルチャンス。相手に近づいて A を押してくださいませ、吹雪。昏睡状態には制限時間がございます。このチャンスを逃さずグイグイ行きましょう。ZR 長押しで昏睡通るを決めちゃいましょう。その妖怪のコンゲットでございます、吹雪。コンは白、赤、金の3種類がございます。金コンゲットはスーパーラッキーウッキーですよ。行くよ。スーパーラッキーウッキー。あ、これか、この状態か、違う。お、ちょっとこれはどうすればいいんだっけ。こうか、昏睡通る。あ、そっか、さっと近づいて、そしてこれか。オッケー。お、金コンゲート、やったやん。イエーイ。魂吸い取るって超怖いやん。本マグロ大将のコン、金。ほら、多分これ、あれ吹雪姫とか、コンじゃなかったねえ。ってことは、持ってるってことじゃない。いい感じにコンゲットできましたね、ゆき。これで友達を紹介する準備が整いました。これで、ねえ、コンサルさん。ちょっと聞きたいんだけど、妖怪ってコンを抜いちゃって大丈夫なの？そのもしかして死んじゃったりとか。ウキ、その辺は心配ご無用ですよ。抜かれたコンはそのうちまた復活しますので。魂ってことじゃないんや。なるほどね。コンを抜かれてもど根性で復活するってことですね、コンだけに。そうなんだ。うるさいな、ウィスパー。それではお次はいよいよ友達紹介、婚活相談所に行きますよ。これで何、そのコンの妖怪が手に入るってこと。あんなところに扉が。さあさあ、中へとお進みくださいませ。その場で妖怪仲間にした方が早くない？そういうことではないんかな。扉を開いて婚活相談所に行きますか。行きます。これは普通に開く扉なんやね。おお、バーみたいな感じ。あれ、おや、人間のお客さんが来るなんて珍しいですね。ここではいろんなコンが揃ってますから、きっと素敵な出会いが待っていますよ。ふんふん。あー、かわいい。いらっしゃーい。婚活相談所にようこそ。各サービスのご利用はカウンターにいるコンサルさんにお声がけください。あ、コンサルさん、いつの間にそんなところに。婚活相談所にようこそいらっしゃいました。ここが私の本来の仕事場でございます。さっき手に入れたコンで友達を紹介してくれるんだっけ。その通りです。うき。妖怪の力の結晶であるコンと引き換えに、このコンサルが素敵な友達を紹介いたしますよ。心の準備が整いましたらお声がください。マッチングで友達作りを始めましょう。やっぱり違う妖怪なのかな。はい、マッチングしよう、マッチング。いらっしゃいませ。お待ちしておりました。素敵な出会いがありますように。当店に登録されている妖怪をご紹介いたしますよ。マッチング、運命の出会いの。気になるお相手はいらっしゃいますか。私が差し出すのがこの本マグロ大賞ってこと？ウキ？で、何？紹介してもらえるのがこの3体の、3体のうちの1匹ってこと？握りの旦那、寿司のことならお任せあれだ。一貫、寿司が好きなやつは大歓迎だよ。サビ抜き、寿司のこととありゃ一直線よ。似たような系統の別の妖怪を紹介してくれるってことか。この横の、何、どういう、どういうこと。握りの旦那、一貫、サビ抜き。でも横は全部本マグロ大賞なんよね。本マグロ大賞の、本マグロ大賞なんやけど、性格とかが選べるってこと。いまいち分かってないよ、私は。切り替え、あ、違う、お気に入りに登録じゃないんだ。ちょっと待って。はい。切り替え。
ここは全部一緒っぽい。突撃タックル、水弾きの術も一緒。性格、素直で目立ちたがり。素直で冷静。素直で冷静。腕力はここが一番大きい。どうなんやろ。このマークは一体どういうマーク？なんか横の。横のマーク的にはなんか一番上のが一番良さげな感じするけどね。あ、でもレベル、あ、そっか、レベルが高い剣一番強いのは当たり前か。あ、そういうことか。え、ってことは、なんだ、何がいいんだか全くわからねえぞ、私。全くわからねえぞ。とりあえずなんかこのキラキラしたやつにしていこうか。お相手、握りの旦那。こちらに紹介条件でよろしいですか？本マグロ大賞の本金。紹介料0円。OK？ どんな感じになるん？こんな日が来るなんて、俺は涙が出ちまうよ。今日は特上の気分だね。やっぱり、本マグロ大賞。本マグロ大賞の握りの旦那が友達妖怪になった。握りの旦那っていう名前ってことか。うんうん、そういうことか。なるほどね。運命の出会いよ。なるほど。てかあれやん、やっぱり。え、吹雪姫はないの？素敵な出会いがありますように。ウッキウキー。お友達作り大成功ですね。私もほっと一安心でございます。はい、こんな感じでマッチングではあなたがお持ちの婚に合わせて友達を紹介いたします。ただし友達になってくれる妖怪もそれぞれに好みの条件をお持ちでいらっしゃいます。婚やお金がいっぱい必要な場合もありますので、マッチングの条件はよーくご確認くださいね。ふんふん。あとは装備カスタムや妖怪育成のサポートなども行っていますので、お気軽にお声掛けください。ありがとう。なるほどね。ありがとうコンサルさん。私もあなたのようないいお客様と出会えてウッキーいやハッピーでございます。おっと。ああ、そうそう。こちらのアプリもどうぞよろしく。婚活アプリを手に入れた。これを使えば、いつでもうちの店が覗けますよ。好きな時にご利用くださいませ。ウキ。あ、この場所に混んでもいいんや。さらにさらに、今回は特別にこちらもサービスいたします。何？アーク交換アプリを手に入れた。何アークって。婚活や妖怪ガチャでゲットしたアークは交換することができちゃうのです。このアプリを使ってお友達とガンガン交換してみてくださいね。ああ、ありがとうコンサルさん。アークとは何でしょうか？そこはもう知ってて当然なの？婚活相談所とアプリではマッチング以外にも妖怪に対する様々なサポートを行っております。装備カスタムではコインやレア素材を使って装備の作成や強化を行うことができます。人間の皆様用の装備も作成できますので、この機会にぜひご活用くださいませ。育成では、妖怪の6つの能力をさらにアップさせることができます。それぞれの能力に対応した種族コンと、その妖怪が好きな食べ物が必要になりますよ。相変わらずチョコボーが好きなんかな。コン一覧からは、お持ちのコンをすべて確認できる上に、コンを別のコンに交換するサービスも行っております。妖怪のコンをよりランクの高い色にまとめたり、種族コンにばらしたりすることができますよ。おっと、いずれのサポートもわずかばかりに手数料いただきますので、ご注意を。ふんふん。でさ、アプリはどう開くのかしら。アプリの開き方が私には、あ、なるほどね。X ボタンでアプリが開けるわけやね。なるほど、なるほど。婚活。なんかお知らせ、届いてないんか。届いてないんか。なるほどね。婚活。素敵な出会いがあり、あ、なんかいろいろある。なんなりと。お客様がお持ちのコンの確認やコンの交換を行わせていただきます。あ、やっぱりほら、吹雪姫のコン金あるやん、あるやん。何、 E ランクのプチコン。プチッと小ぶりなエネルギーの塊、 E ランクの妖怪から抜け落ちたよ。抜け落ちた。じゃあこれをさ、なんなりと、と素敵な出会いが、運命の出会いよ。吹雪姫、え、あれは E ランク妖怪のやつはどうなったん？吹雪姫、いたずらする子は凍らしちゃうわよ。暑くなったらいつでも冷ましてあげる。高いね、なんか。涼しい場所が好きなの。あれなんや、ガチャで出てくるのは、普通に妖怪じゃなくってコンが出てくるんやね。どれもなんか怖そうやけど。素直で目立ちたがり、素直で短期、素直で短期。短期嫌やね。運命の出会いよ。え、あれは素敵な出会いが、どういう、なんなりと。浮き
E ランクのプチコンはどうなの？なんなりと、これはどこで見れるの？素敵な出会いがあり、運命の出会いよ。E ランクのプチコンはどこで見れる？もうないやん。え？ないよないよ。素敵な出会いがあり。ないよ、どうやって使うの？使えんのかなあれは。出会いの第一歩です。いまいちよくわからねえや。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれなんよね、なんか。素直にこう妖怪がそのまま手に入るとかじゃないみたいやけん、なんかいろいろとめんどくさい仕様になったんやね。吹雪姫もう使えると思ったのに。